はい、こんにちは。今日もまたかなり沖縄のいい天気で、今日は自転車維持してる。昨日ワンダーワイフのための中古自転車を、中古だけど結構調子いい。で、今日ちょっと整備したりしてる。維持したり、サドルの高さの調整したりしてる。で、自分は自転車結構好き、乗るのが好き。で、基本的に興味があるんだけど、維持するのがちょっと難しい。いつもなんかこういう細かい作業、機械的な作業をするのは、自分はちょっと苦手って感じる。で、今日はいつもなんか、例えばギアの調整とか、ちょっとストレスになったりする。で、今日はそれは何でだろうかってちょっと反省してみて、頭の中になんかちっちゃい声が聞こえて、なんか、俺はそんなにそういう機械的な作業は、ね、向いてない、ちょっと難しい、っていう声を聞こえた。で、その声をちょっと向けて、なんか意識を向けて、どこから来てるかとちょっと思えば、ちっちゃい頃、多分7歳ぐらいのサイモン、俺がなんかテクニカルレゴが欲しかったわけ。レゴよりもっとレベルアップのなんかボルトとかナットとか、機械的なレゴが欲しかったわけで、お父さんにそれ言ってから、お父さんが、それちょっと複雑じゃないか、ちょっと難しいじゃないか、ちょっとやめとこう、という反応があったから。じゃあ7歳の子供のサイモンがなんかそれを受け取って、なるほど、そういうのがちょっと難しい、自分が多分そんなのができないと思い込んでしまった。で、それから43歳の子供のサイモンでも、そう信じてる。なんかそういう細かい作業とか機械をいじるとか、なんか苦手と今でも思ってる。だから、なんか例えばギアの調整とかをちょっとやると、ちょっとストレスになったりする。ちょっと緊張しますよ。いや、自転車好きなのに。だから、私たちは保護者、親として子供たちにはなんか難しそうなものがあると、それはできなさそうからやめとこうねとかっていう反応をせずに、しないで、それちょっと難しそうね、ちょっと簡単なのを選んで、それからちょっとゆっくり時間かけて一緒にやってみようみたいな反応をした方がいい。そうすると、子供はなんかちょっと難しいのがあっても、ちょっと時間かけてゆっくりして、表現忘れた、失敗したりしながら、忘れた、失敗しながら、ちょっと成功も探して、トライアンドエラー、むかつく日本語忘れた、しながら、そのプロセスしながら、なんか少しずつできるようになる。で、だから、なんか難しいのがあったら、なんかそういう反応で、なんか、できないはずな、とかより、ちょっとゆっくり時間かけて挑戦してみようという反応を子どもたちにやっていくと、なんか子どもたちも、自分ができると信じるようになる。で、英語のことわざ表現、Whether you think you can or you think you can't, you'll be right っていうのは、なんか自分ができない、できると思っても、できないと思っても当たってるよ。だから、できると信じればいいという意味の表現だから、子供たちもできると信じるようにさせてあげましょう。はい、今日も見てくださってありがとうございました。